シモンド・モンフォール、シモンド・モンフォールの紋章。シモンド・モンフォールは、中世イングランドの貴族。イングランドの議会制度の基礎を作り上げた人物として、有名で、不当な権力に反抗する不屈の闘資として、イングランドでは、永遠有志されている。シモンの父は北フランスの貴族であり、アルビジョア十字軍で活躍した、彼と同盟のシモンド・モンフォールである。シモンはイングランドに渡って、 祖母から受け継いだ権利により、レスター博となった。はじめは、ヘンリー3世の長身として徴用され、その妹、エリナーを妻として与えられるほどであったが、1248年に、フランスのガス購入における統治に失敗して、ヘンリー3世の信頼を失い、対立するようになる。1258年4月、ヘンリー3世は、シチリア遠征のための費用を賄うために、 朝税について諸公の同意を求めることを余儀なくされた。これを受けて諸公大会議においてシモンら7名の有力貴族らは朝税への協力と引き換えに主事の改革を求めた。翌年の1259年もシモンは改革を推進したが、王やグロスタ博、リチャードドクレアらの保守派の反撃に遭い、1261年にはシモンは力を失い、 フランスへと退去した。しかし、シモンが帰国すると国内は動揺する。シモンは1264年5月のリュイスの戦いで、国王派に圧勝し、ヘンリー三世以来を捉えることに成功した。そして、イングランドの諸侯や騎士、都市の代表を集め、いわゆる、シモン・ド・モンフォールの議会を召集し、国内の広い層からの支持を得ることに努めた。しかし、シモンの勢力は、 孤立を余儀なくされ王大使エドワードがこれに乗じて、反撃、イーブシャムの戦いで長男のヘンリーともども戦死した。レスター博並びに前年に創設されたチェスター博の称号も剥奪されている。1238年1月7日、ヘンリー3世の妹エリナー・オブ・レスターと、秘密結婚、下記の史上を設けた。ありがとうございます。